大阪府茨城市に本社を置く宅配ピザチェーンシカゴピザは1986年にシカゴピザファクトリーとして創業関西を中心におよそ70店舗を展開し他にも丼名人などの和食の宅配事業も手掛けていました新型コロナの感染拡大による巣ごもり事業を受けて2021年3月期には収益は黒字化していましたししかしその後、 宅配業者間の人材獲得競争が激化し人件費が高騰資金繰りが急速に悪化したことなどから自己破産申請の準備に入り今日事業を停止したということです負債総額はおよそ15億円で店舗については譲渡先を探すということです